はい、ガジ道場。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今さっき無性に、はい。ガッテン承知の助が聞きたくなって。そしてかけてましたね。はい。かけてましたよ。はい。懐かしかったですね、なんか。ガッテンガッテン承知の助が。はい。なんで猛烈あたろうのテーマが、はい。ガッテン承知の助なの？どうしてでしょうね。はい。ね、しかも、島田紳助が歌ってるじゃん。そうですね。猛烈あたろうが確か、オープニング、エンディング、どっちも、島田紳助さん歌ってますね。なんで島田紳助なんだろう、ね、そこのつながりもちょっとわかんないですね。ちゃんと考えたことなかったんで。まあ、そういえば不思議ですよね。声優やってたわけじゃないもんな。声は当ててないはずです、確か。はい。まあ、不可解ですね。はい。まあ、ただ、猛烈あたろうは、あれですね、赤塚不二夫さんの作品で、うん、で、どっちかっていうと、赤塚不二夫さんって、その、不条理のギャグとか、そっちの方行きますけど、あたろうは人情話によってますよね。まあ、唯一共通点があるとすれば、はい。意外とギャグだけじゃなくて、涙っていうのは島田紳助にはあったからね。ああ。人情もろいとかあったじゃん。あ、なんか番組でもありましたね。番組でも、まあ、島田紳助さんの人となりってのは俺わかんないんだけど、はい。なんか、涙もろいところがあったよね。そうですね。うん、結構なんでしたっけ、番組、ちょっとタイトル忘れましたけど、うん、なんか、人を探してくるみたいな、あったじゃないですか。あれで見つかりましたよみたいな感じで、コウミ富田さんのモノマネでもされてたような、あれでボロボロ泣くみたいな。うん、はい。まあ、そこら辺が、あたろうとマッチングした理由かな。ああ、その、涙もろさ、人情ぶりみたいな。うん、まあね、はい、今日はね、はい、アタローと同じぐらい不思議な話をします。アタローと同じくらい、はい。赤なめについて。赤なめ、あ、妖怪ですか。妖怪。はい、赤なめ、はい。赤なめは知ってますか。はい、まあ赤なめはかなり妖怪の中でも知名度は高いんじゃないかなと。高いけど、はい。その成立となると全然わかんないよね。まあそうですね、赤なめ、はい。なんかパッと、あ、なんか絵は浮かぶんですよね。やっぱ、うん、デザインされたというか。1787年に、はい、百鬼夜行、はい、問屋山世間の代表役ですよね。はい、作品集に収録されてるよね。はい、そうですね、はい。あれがメジャーになったきっかけだよね。うん、で、じゃあ、あれより以前はないのかというと、ないこともないんだ。あ、あるんですね。ないことはないということは、うん、はい。あるいは、百物語評判っていうのがあって、百物語評判の中で、はい。赤ねぶりというのがいるんだ。赤ねぶり、ああ、うん。関西弁でな。はいはいはい。関西弁で舐めることをねぶるって言うんだよ。ああ。じゃあ意味自体は一緒なんですね。まあ、はい、赤ねぶりの方が、妖怪っぽいっちゃ妖怪っぽいね。赤舐めよりか。まあそうですね。眠るっていう方がなんか、寝ちょって感じがするじゃん。そうですね。もっとなんか、なんていうか言葉はあれですけど、陰湿みたいな、なんかそういう気持ち、妖怪的な気持ち悪さ。ありますね。があるな。はい。まあだから、百物語評判において、赤眠りが生まれて、ね、眠るってのは標準語じゃねえから、はい。標準語っていうか、江戸の言葉に直して舐める。はいはい。赤舐めというふうに変えたんだろうな。そうですよね。だから、関西弁の赤ねぶりが先に生まれて、赤舐めが後から生まれたのかなぁと。関西の言葉がその名前についてるっていうことは、じゃあ、関西の妖怪もともとはね。元は。はい。まあ、ただ、昔の本を読んでると、はい。赤なめって虫がいたって書いてるんだよね。虫の名前出てるんですか？うん。おー。赤なめっていう虫って今、何に該当するかわかんないんだけど、はいはい。まあ、その赤なめって呼ばれていた虫が、本当は虫でそう、なんか通称そう呼ばれてたものがあって、で、それが妖怪の名前に変わっていった。変わっていったんだな。おお。赤なめのビジュアル見てると、はい。
足が鍵爪になってるよね。ああ、なるほど、はい。あれが昆虫だったけど名残かなと。なるほど。まあなんか今風に言えば、その赤な目と呼ばれてた虫の擬人化をしたみたいな、なんかそんな感じなんですかね。だと思うんだけどね。ああ、なるほど。ね、赤を舐めるっていうのは。赤を舐める。まあなんていうか、まあ赤っていうのは風呂場とかのその水垢とかのそういう汚れですよね、いわゆる。うん、はい。なんか不潔な場所にできちゃう、なんか汚いものっていうか。うん。はい。それを舐める。うん。ちょっと目的がよくわかんないですけどね。うん。はい。まあ、百物語評判が、はい。成立したのが、1600年代。1686年ぐらいかな。はい。で、ちょうどその頃は、大阪とかでは、遊郭の禁止令が出てるんだよね。禁止令、うん。遊郭っていうか、風呂場。ああ。湯な。湯な、はい。今で言うソープ場よ。ああ、はいはい、湯なですね。湯、う、な、ん、の禁止令が出てる。はい。でどうももうはっきりしたいんだけど、隠語で遊女のことを、特にユナのことを、赤を舐める女って呼んでたらしいんだよね。ああ。ってことは、はい、まあ幕府の禁止事項として、風呂場での売春行為が禁止されてしまったと。はい。その、一種返しで、ちょうどその直後ぐらいに、妖怪赤なめが生まれた。うん。遊女の禁止されてしまった。その遊女の妄念が、妖怪として希少化されてしまった。ああ。と読んでるんだよね。なるほど。そう繋がるんですね。うん、まあ実際風呂場の妖怪は、ロシアにもいるしね。はいはいはい。世界各国にいるんだけど、まあ、赤なめってのは、本当に貴重な存在だよね。ここまで言って、だから、何でしたっけ、赤なめだから別の、なんか解釈で前聞いたものでは、やっぱ、なんか風呂汚れとかそういうのを、なんかほったらかしして汚れてしまうと、そう、赤なめが出てきてしまうから、綺麗にしておきましょうっていう教訓じみたっていうか、そういう話も聞いたことはあるんですけれども。まあ、それは後付けだろうな。後付けですか。うん。ということですよ。はい。じゃねえのかなぁと俺は思ってるんだけどね。友情もユナからの転換というか。うん、はい。もう最近はユナってことを知らない人がいてさ。まあ、そうですね。ユナっていうのは、ね、お風呂場でセックスする人だっていうのは知らねえもんだから、なんか自分の子供に名前つけちゃって、それで発狂してる母親がいるっていうんだよな。そうだったっていうのを知って。あとで知ってね。あとで知って。なるほど。どうしてくれんのよとか言って、お騒ぎしてる。どうしてくれるのもないと思うんですけどね。自分が勉強不足だろうっていう感じだけどね、はい。うん。まあちょっと余談ですけれども、漢字でもそういうあるじゃないですか。うん、なんか、突拍子もない、なんか今まで見たことないような漢字、名前に使いたがるみたいな。ああ。ってあるじゃないですか。アトムと呼ばせるとか。はい。あと漢字でも、月に星って書いて一字の漢字があって、それを名前に使いたい。でもそれって生臭いって意味なんですよ。うん、それじゃダメでしょって。あと月光って書いて一文字、それ暴行の項だぞっていうとか、うん。まあ知らないことは罪ですよね、それは。はい、まあ調べなきゃダメだよね。はい、そうですよね。はい。うん、まあ言うのはですか、そういえばそのジブリでしたっけ、うん、千と千尋の神隠し。あれもゆうやじゃないですか、舞台が。うん、だからそういうので、
なんか考察というか、そういうので、ユナというのを知ったっていう人も、まあ、多いんじゃないかなと。まあ、あれで知った人も多いでしょう。はい。うん、まあ、はい、今では聞かれないですからね、ユナなんて。まあ、まあ、お風呂屋さん、ソープがそうだけどね。うん、まあ、そうですね。形を変えて名前を変えて。うん。はい。まあ、日本伝統くらいの、日本らしい妖怪ですよ。まあ、そうですね。だから掘り下げていって、そういう歴史の事情も、まあ、見ることができるというのは。まあ、そうだね。はい。うん、だから、妖怪っていうのは本当に、いろんな地域をまとめて、こねくり回して、作られていくものだから、はい。バカじゃできないよね。だから、最近入ってきた心霊バカとかいっぱいいるじゃん。心霊バカとかはさ、ヒーッと言って、妖怪の世界に入ってくると袋叩きにされちゃうんだよ。うん。それはそうだよね。俺たちのレベルからしたらさ、もう、全然相手にならないから。はい。私でも、なんか、ちょっと怖いですもん。まだまだ私も全然勉強不足なので、もう芸の芸でも、もあるんで、だから、心霊系とかオカルト系の、例えば YouTube とかチャンネルは本当に増えました。かなり増えました。うん、ただ、妖怪はやっぱないです。ないの？ないです。深い話はできないからな。はい。うん。まあ、ニューマにこういうことを教えてるのも一つの俺の秘伝を伝えてるようなもんだから。はい、ありがとうございます。ちゃんと山口敏太郎が言ってたっていうふうに言ってくれないとね。もう、それなんですけど、うん、アトラスニュースとかでも、その、記事とかを私は書く。ふうになってるんですけれども、うん、やっぱこういう説があるっていうのを、うん、やっぱ後になって先生からこれ俺の説だからなっていうふうなのをご注意いただいてるんですけども、うん、やっぱそのなんか記載元でも先生のだっていうふうには何も触れてなかったんで知らないからね。はい。一般的に広がってるからそうですよね。なんていうか定番のように当たり前のようにこの一説っていうふうに言われてるって定着しちゃってるっていうのだから妖怪のレベルを上げてきたからな。はい。妖怪、妖怪世界っていうサイトがあって、はい。あそこで村上健二とか、俺とか、いろんな人がね、はい。妖怪の論争をやって、妖怪のレベルを上げてきたから、はい。うん。だから、それが当たり前のようになってるけど、はい。当たり前じゃないんだよね。だからそういう、事実に気がつかない人たちが、大部分だよ。はい、はい。だからね、はい。さりげない一言でも、こだわってこねくり回して、はい。考えていかないと、全然意味がないよね。はい、そうですよね。何しろもう、歴史絡んできますからね、本当に妖怪ですとかそういうのは。バカはできないよ、妖怪は。なかなかできないと。調べるのも大変だと思います、うん、よっぽど情熱がないと妖怪は本当に、うん、はい、そうだね、できないと思います、研究というのは。うん、はい、まあこんなもんですよ。はい。赤なめっていう一言だけ掘り下げてみました。はい、素晴らしいと思います、ここまで、うん、はい、できるというのは。はい、はい、じゃあガチ登場おしまい。はい、ありがとうございました。